It's go! エンジンはパワー出てる。だが問題はそのパワーをどれだけ使えるかだろう。藤原と同じ手は使わない。サーカスはあいつに任せておくぜ。俺は俺のやり方で行く。 決して軽くはない34だけど、それをグイグイ引っ張り上げる心臓をこいつは持ってる。ヒルクライムはパワーだ。 締めなくったって、こんなところで行く気はねえ。同じ手は使わねえって決めてんだよ。 抜けるものなら抜いてみな。2枚目の坊や、いい気になるな。甘いぜ。あんたの弱点見切った。立ち上がりのパワーはこっちが勝っている。 ストレートは俺の方が伸びる。よし、行ける。この1本目必ず逃げ切れる。ふざけたコーナリングしやがって。面白みのねえ走りだぜ。パワーを生かして踏める区間だけきっちり踏んでいこうってことか。だけど峠の詰め方はそんなにシンプルじゃねえ。俺に言わせりゃその走りは甘い。ストレートだけ踏むならバカでもできる。 こっちだって伊達に理論派の兄貴に下から来たわけじゃねえんだ。見せてやるぜ、高橋涼介直伝の本物の最速理論を。コーナーで食いつかれてもストレートに飛び出してしまえばいくらでも突き放せるんだぜ。 言っただろ、甘えって。ストレートのトップスピードの伸びは手前のコーナーの立ち上がり方で差がつくんだ。立ち上がり重視のコーナリングってやつだ。